Good morning and welcome to Friendship Day 2024. コロナ禍を経て5年ぶりにゴールデンウィークの開催となった日米親善デー。来場者をまず出迎えるのはアメリカ軍や自衛隊の航空機の地上展示です。こちらはアメリカ海兵隊の輸送機オスプレイ。操縦室に入ることができる体験も用意され、長い列ができていました。空軍のオスプレイが去年11月に墜落したことを受け、今年3月まで運用が停止されていました。安全性はちょっと微妙ですよね。でもまあ利便性はいいと思います。こう住宅地とかに近くないところで飛んでもらうとありがたいです。オスプレイは航空ショーにも参加しました。着陸したオスプレイから海兵隊員が続々と降りてくると、戦闘機が地上を攻撃し支援。アメリカ海兵隊の即応能力を示すデモンストレーションです。これを見て基地の機能強化に反対する市民団体は次のように懸念を示しました。安全性は確認されていない、そんなふうな状況があるにもかかわらず目の前を飛んでいく、まあ、明らかにこのフレンドシップデーを利用して の海兵隊の意図的な行動だったなと思って、これは非常に憤りを感じた次第です。航空自衛隊のブルーインパルスが7年ぶりに岩国基地の航空ショーに登場します。来場者の多くが最も楽しみにしていると話したのがこちらのブルーインパルス。華麗なアクロバット飛行を披露しました。一方で今年後半の岩国基地の新たな動きを予感させる一面も見られました。こちらは2018年に岩国に移転してきた空母艦載機部隊です。こちらは空母艦載機部隊を構成する戦闘攻撃機の一つ FA-18 スーパーホーネットです。こちらの部隊の物販ブースではさようなら岩国と書かれたワッペンが販売されています。 VFA-115 is moving back to America this summer and there will be another squadron coming out to take our place. What aircraft coming instead? It's a different squadron. I'm not sure. 艦載機部隊の母艦となる原子力空母が今年交代することから、岩国基地に近く最新鋭の艦載機F-35C を運用する部隊が配備される可能性があるという情報もあります。基地の発表によるとおよそ11万3000人が訪れたという日米親善デー。さまざまな形で東アジア最大級のアメリカ軍基地の姿が垣間見えた一日となりました。